いつも毛先が痛む、まとまらないっていうのがちょっと悩みだった。そうですね、うん、家で使うもので髪質変わっちゃうの。ここが油がない、傷んでるゾーン。左半分だけ20日コンディショナーをつけて乾かします。寒さが全然違いますね。指通りが違う、引っかからない、すごい。もともと髪にある成分をつけただけなんです。それがミネラルで、ミネラル入ってる商品ってほとんどない。本当に綺麗にカットするのは乾いて切った方が分かりやすいんで、あえてちょっとドライでカットします、うん。毛先触ってみてください。パサつきあります？いや、あの普段のと全然違います。髪の毛下に下ろすと毛先こうなってるんですよ。これをこうやって切っただけなんです。髪の毛って落ちたまま切ったら動かないじゃないですか。これが一番まとまるカットです。美容師さんがこうやって動かしたりこうやってするカットはふわっとするカットなんで、セットをしないとまとまらない。まとまるカットっていうのは実は落ちたまま切る。これ髪の毛サラサラにするかって、この産毛きれいにするとめっちゃ顔ちっちゃくなるんです。初めこの状態ですよね。本当だ、不思議。たったこんだけなんですよ。ピチって知ったらめっちゃきれいなんだけど、ここ産毛なんでかからないんですよね。この周りの産毛を取るだけで実はこんだけスキル。まあ、番外編なんですよね。こうやって溶かしてこうやってツヤツヤにこういう風にまとめたいんだったら、吸ってはいけない。オイルが入った恥ずかしのとこを使います。いい匂いです。これ天然香料なんですよ。アロマオイルなんで乾かした時にそれで収まりが良くなる。普通にシャンプーしてても肌に優しい。泡立ちよすぎて使ってる人がシャンプーよりトリートメントの方が減りが早いんだよね。少なくて済むからみたいな。モンシリコンのオイルと蜂蜜が入ったトリートメントを使います。毛先中心にしっかりつけて飲み込みます。この蜂蜜が後で超しっとりするんですよ。このトリートメント、モンシリコンのオイルシャンプーとモンシリコンのオイル蜂蜜が入ったトリートメントを使います。すごい軽いですね。簡単に飛ばせますよ。ただシートが入った20日コンディショナーと体に使えるオイルをつけます。すごい乾かした感じでつけたのが綺麗です。サラサラ、根元も柔らかく、柔らかく軽くなった気がします。すごいです。何を髪に使うかで髪質が変わってくる。意味のあるものを使いましょう。初め来た時ここで引っかかりましたね。それが